レンタロ、俺カズマだ。竹澤カズマ。おお、久しぶり。10年前、俺は一月の間入院していた。あいつとは会わないでくれ。ちゃんと話してくれればいいじゃん。10年前のことも、あの時のことを話してほしい。俺が知らなきゃいけないことレンから聞きたい。俺は今でもレンのことを。4月の東京は